もしもし。もしもし。関西テレビさん。もしもし。もしもし。関西テレビさんですか。もしもし。もうなんで電話出ないんだよ。もしもし。もしもし。おい。電話出ろ。もしもし。関西テレビ。電話出ろ。早く出ろ。何留守番電話？ふざけんじゃねえ、出ろよ。いるんだろ、その辺に。その辺にいるんだろ、いっぱい社員が。誰でもいいから電話出させろよ。え？聞こえてんのか？俺は電話してんだぞ、わざわざ。お客様だぞ。電話出ろよ。え？何寝ぼけたこと言ってんだよ。ご用件決まってんじゃねえか。今回の不祥事だよ。分かってんだろ。分かってて、とぼけてんのか。おい、俺を怒らせるじゃねえぞ。え？何が責任者がいない？そんなもの、いくらでも責任者いるだろう。みんなが責任者だろう。違うのか。早く出ろ、電話に。何やってんだよ。早く出てこい。ね、いい森をよ、電話に出させろよ。おい、いい森だ。専務取締役、いい森だ。出せよ。俺はな、いい森と話したくて電話かけてんだよ。え？何でぼけたこと言ってんだよ。早く出せよ。え？いい森を出せよ。いい森、いるんだろそこに。出てこいよ。お前の息子をやったことについて聞きたいことがあるんだ。おい、電話に出ろよ。逃げるのか。逃がさねえぞ俺は。逃げるわけにはいかねえ。出てこい。お前出てきてな、謝罪しろ。謝罪してもな、許されるかどうかわからねえけどよ。謝罪しに来い。分かってんのか？お前の息子は何やったか分かってんのか？おい、いい森と変われと言ってんだろ。いい森を逃がすのか、かばうのか。お前のところの会社はそういうことするのか。犯罪者を隠すのか。いい森を出させろ。早く出させろ。いるんだろ。さっきからずっとよ、怒鳴りまくってる。俺も疲れたよ。早く出せよ。出せば済むんだから出せよ。早く飯森呼んでこい。そこにいるんだ、呼んでこいよ。まさかもう会社終わって帰ってるとは思えねえしな。こんな状態で帰れるわけねえだろ。お前息子がえらいことになってるのに、家に帰って一杯飲んでましたとも言えねえだろ。早く出せよ。そこにいるのは分かってんだよ。出せよ、飯森を。早く出せ。早くしろ。日が暮れて明日になっちまうぞ。あ？早くしろよ。まだか。おい、何があったんだ、そこで。飯森と親子で何があったのか。分かってんだろうな、会社で。情報掴んでるんだろうな。何が原因で、
こんなことになったか分かってんだろうな。